あーちゃん。はい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 どうしたなになになにいい止めました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 動くの話を聞くんだ動くのこの化粧包丁の髪がどうなってもいいのか交渉しようお前の望みは何だ私の望みか君は最近 TikTok を見すぎじゃないかあーちゃんもふと見ればちょっと時間が空けばすって携帯を見てて何かに集中してるそれが何だとちょっと覗いてみると TikTok だ毎回毎回 TikTok だあーちゃんって結構ね携帯の音量を爆音で見るんだよね家の中でいいんだけど全然あまりにも音でかいしずっと TikTok 見てるからパッパッパパパパパマジごめんなさいもうこの前五条先生の声似てそうこの前もう怒っちゃったもんねうるさいいい加減にしてってもう何回も何回も言ってきたわけ見ろだからこれが TikTok を見る私を見るあなたの顔どれだから言わせてもらう動くな TikTok を見るのをやめろ TikTok を見るのをやめろというのは個人の尊厳を尊重していないことになる。だが、イヤホンをつけるとか、なんか、そういう配慮を頼みたい。え、マジ？え、嘘でしょ？え、やめないの？どういうこと？領域、展開。ルルルルルルル。やっちゃってる。やっちゃってる。ほらもう。ノリノリで今腰動いてたよ。わかるもん。こうやって。全部わかるもん。何？全部わかるもん。全部わかんの？しかも俺呪術廻戦は好きだから楽しいあそれは楽しいこっちやめろねえめちゃくちゃかっこいいじゃん何それ私たちやっぱり最高コンビ明けおめはなんだよねちょっと待って今日ポンスとヤボヨでね、うん、2人で外に行ったんだけど、はい、その時ポンスがイルミナティって言ってたこれあなたのせいですよどういう使い道でイルミナティって言ってたのなんだっけなチャリンコから降りた時にふぅイルミナティわからんけどそんな感じだったでもリサさんもこの間スノボ一緒に行って温泉一緒に入った時に、うん、ヤリラフィーって言ってたよ知らんわそれはリサさんが面白いだけだわ気持ちいいみたいな言い方でヤリラフィーって言ってたそれも TikTok から生まれてるからねだっていいですか私がもし TikTok を見なくなった場合あーちゃん寄ってきちゃってるじゃんその人に寄ってきちゃってるじゃんえ関谷京に寄ってきちゃって関谷京じゃない半沢直樹に寄ったつもりだったああ関谷京じゃないの今半沢直樹に寄って関谷京だよ絶対関谷京はイルミナティを聞きすぎちゃったからなんですねそうです結局は脳みそにこうインプットされちゃってるだからそれって重症でしょそれってダメなことじゃん俺がイルミナティに侵食されちゃって今後マヤ文明とかイルミナティとかそういうなんかオーメン666とかしか言わなくなったらどうするんですかあーちゃんはみんながハマってるものを理解する義務があるんです、はい、インフルエンサーとしてはいそれはすごくいい努力だと思います TikTok あーちゃん96万人フォロワーいるもん多いねなんか TikTok ってめっちゃフォロワー多いよねなぜかいやなんでっていう TikTok って努力の割合に対するフォロワーの数が異常なのよ軽いんだ軽いあれって感じなのなんかチャンネル登録ってめっちゃ重いの確かに、ね、TikTok ってなんか超雑にフォローしてるイメージがあってあだからなんか反対のことを言うとまあちょっと逆のことっていうかなんていうのあフォロー感のその軽さ悪い意味を言うと、はい、なんか多くてもあんまり意味がないっていうかああなるほど TikTok でフォローフォロワー関係なくなんか普通におすすめをペペペペやってるだけだもんねそうそうそう基本的にあれランダムで出てくるから強いのよてってってるてるてって出てくるの。そのリズムでスワイプしてるわけではないでしょ。なんでそのリズムでペッて動かしてんの携帯を。
だからもうなんかスンスン出てきて、で気づいたら1時間半ぐらい見てるんでしょ。そう、おかしいですよ。昨日テネット見たけど、テネット見終わった後、うわ今の時間 TikTok 見ればよかった。なんで？なんか私の人生にはテネットを見るより TikTok 見た方が活かせんのよ、なんか、うん、あこういうの流行ってんだとか、なるほどね、これモノマネしたらいいんだなとか、そういうの探してんのよ。でたまにめっちゃかっこいい人とか出てきてやってるすね。それイケメンパウダー食らってる。イケメンパウダー食らってる。だってさー、うーくんが鼻くそボンバーの眉毛ぼじゃぼじゃおじさんなんだもん。それを鼻くそパウダーと眉毛パウダー食らえばいいじゃん。同じ粉だよ。そう、イケメンパウダーが1の粉、俺の粉2の粉。あんでぐる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 って言ったら山田涼介出来上がる。なんで？あのさ、山田涼介さ、もうね、本当にあーちゃん、もう言わせてもらう、はい、あーちゃんの趣味はバカの女のヤンキー。アホのヤンキーの女の趣味してる。え、でもあーちゃんヤリラフィーとか好きじゃないよ。あったら好きよ。あの細身でグッチのベルトで。好きじゃない。全然好きじゃない。全然全然全然。あーちょっともうだ、なんで TikTok にハマりすぎてんの。本当にやばいって。やっぱね、楽しいんだもん、瞬発的に。でもあーちゃんマジ最近はさ、うーくんがいちいちうるさいからさ、こっちに隠れよう隠れようか、怖いね、うるさいよね。だってこれ TikTok よ、うん、TikTok。 いや、やばいでしょって話だよね。いや、わかるでしょ。いや、言ったよね。いや、ビルゲイツ、いや、イルミナティ、これ、気づいてない、動かない、日本人ゲームめん。いや、やばい。待ってろ。ありがとう。守ってくれるの。このカメラは。何？やめろ。なんだ。これはその綾菜さんの悪事を暴こうと。そうじゃない。やめてください。に怒られないようにめっちゃちっちゃい音で聞いてる。それがお風呂の中。はいはいはい。まあ、確かに私 TikTok とか見てたら本当頭は悪くなりそうだなとは思う。ババ、でも私はあえて見てる。あえてバカになりに行ってるんですよ、あの世界に。あれ見てるときは何も考えないの。本当時間の無駄なの。一番世界一無駄。素晴らしい。何も得ない。でもあーちゃん最近そういう時間多くないと思ってるんだよね。今日のなんか朝も、うわぁ山田涼介かっこいいって携帯を見て一人で言ってたよね。なんでそんなリアクションよくできるのって。羨ましい、その携帯が。俺はその iPhone になりたい。もうそんなリアクションしてくれるって思うもん。なんか TikTok でたまにちょっと悲しい映像とか見てできて、いやね、言うし、爆笑、え、マジでこれ、うわすごっとか言うしな。ウー君もこっちの世界に来ちゃいなっていうこと。じゃあこれから一緒に見よう。せっかくの一緒に見よう。ああ一緒に見る。あ、じゃあ一緒に見たい。そっか、うーくんもさ見たかったんだね。ごめんね、気づいた。僕はうーくん一緒に見たかったんだよね。あー、うーくん TikTok に一緒にハマりたかったんだね。そうでしょ。 TikTok にあーちゃんを撮られた。あー違うよ、うーくんのことが一番好きだよ。今日の朝、山田涼介が一番いいって。あー山田涼介かっこよくないよ。ウー君が一番面白くてかっこよくてぬる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 だよ。いや、お鳩でしょって話。ドゥ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 、すごくない？いや、いろんな人がいるんだよね、君は。マジ？そろそろかな。お疲れ様さ。僕は。ポーズのことも大好き。今日さ、私が山田涼介かっこいいって言ってたら、ポンスがめっちゃ不機嫌になって、まあまあ閉じ込めるからとか言って、なんか私のこと閉じ込めて、でなんで怒ってんのって言ったら、山田涼介ばっかり言うからとか言って怒ってたんだよね。つまり俺もそういうことだよ。あ、そういうこと？そうだよ。じゃあ結局はあーちゃんのことが大好きってことね、二
二人とも。じゃあ結婚しよう。エンダーいやユーオーウェイズラブユー。じゃあ結局嫉妬っていうことで片付きました。じゃんじゃん。